芸大に行ってみた。ん？あれ？誰？芸大美術学部の薄久保薫准教授、芸大のイケてる学生を教えてください。はい、今日は東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻の学部2年生小久保拓海さんと深見絵里さんをご紹介させていただきたいと思います。芸大で油絵を専攻している2人は、それぞれ布で覆われた十字架と天使のような自分を描いているの。一体どういう意味があるの？詳しくはオシスタ YouTube へ。